もっともっと地域での、まあ、特に難しいなと思っているのはこの都市部で の, あの地域コミュニティの、つながりのあり方ということで、非常にみんないろんな仕掛けをしながらもうどうすればいいだろうということをみんな模索しているのがで、どうにか担い手、特にですね町会がものです、支援組織において主体的に楽しみながら活動する担い手をどうにか次世代の方々を輩出養成したいですし、その活動がこう、まあ、一人で頑張っているという状態ではなくて周りの人々を巻き込みながら継続していくということで、顔の見えるつながりとか関わる人々の生きがい作りの場が常にいろんな地域で存在するという状態を作りたいなと思います。で、まあ、いろいろやるんですけれども、そうですね、映画の上映会、あとちょっとお呼ばしますが、こうやってちょっと対話の交流の場をまず作って、どんな人が地域に関連してるのかなということをちょっと広くやりたいですとか、メインはですね、3つ目の地域コミュニティの担い手養成講座というのですね、その前に説明があったりするんですが、全6回で、とにかく20人ぐらいでですね、町会青年部層の方々を中心としてコミュニティの担い手になりたいと考えている。もちろん学中心とも言いましたが、NPO 方とか、東の方とか、まあ、つまりこう中央区っていうと行政対立が、例えば月島のあの町とか、京橋の場所のとかっていう、その地域を盛り上げたいとか、担い手になりたいと思っている人たちが、まあ、元気になって、次何かやりたいとか、もっと人と繋がっていきたい、そのために活動していきたいということに意欲を持って、地域に入っていくということを、なんとか20人程度、開出したいなと思っています。各市、特に都市部においての知恵の弱体化がよく議論されていて、やっぱり中央区においても地域向けの基礎である町会の加入率減少とか、加入者の効率化、高齢化という現状があります。公益財団法人日本都市センターということを調査すると、全国の都市自治体、いわゆる人口集密集地ですね、の503自治体の 50% 以上で、町会自治体加入率が減少傾向にあって、大根の年齢層も53.5% 以上が70歳以上になっていると。ここをですね、一番20代にしようということではなくて、まあ、これからそろそろ引退されるという50代の方とか、まあ、引退されてちょっと地域に戻って何かしたいなと思っている60代の方々とか、そういった方がもっともっと地域で活動や活躍されていかれるといいかなと思います。知恵の批判が見られる一方で、人々が他者とのつながりを求めていないとは言えないと。こうやって皆さんこう、なんかね、この分厚い日中からこういったところに集まっていただくことがあるんですけど、まあ、非営利組織という NPO というところが増えていたりとか、シェアハウスみたいな、昔言うと長屋に近いようなシステムが増えていたりとかですね、あとこういろんな調査でつながりは必要だっていうふうに答える人が多いですね。そういうことだったりとか、やっぱりここ地域社会の支援を再強化することに加えて、やっぱりさまざまなテーマを持ったテーマ型コミュニティとか子育てとか文化とかスポーツとかっていうことの力も一緒に取り込みながら、一緒に手を組んでいきながら地域を継続的にやっていけるといいんじゃないかな。まあ、地域でコミュニティが活躍すると、まあ、行政の力では対応しきれないような、いろんな個人的なとか個別ないろんな社会課題が出てきてますけど、まあ、行政の税収も下がる一方ですから、そんなにはたくさんお金出せないんですよね。なのでそれはもうみんな自分で解決していきましょう、地域的にやっていきましょうという課題解決とか、新たな魅力を作り出すその新たなお祭りだったりとか、やっぱこうイベントが起きていく、文化が起きていくという活動をしているとか、やっぱり、支援とか共通テーマを規定に活動する仲間が集まるつながり場所作りとか、あとは関わる人個人個人ですね、生きがいやりがい、やっぱりお金のためではなくやりたくて、お金のためではなくやりたくてやっている活動を通して自己実現、社会貢献感の要求ということが充実して、生きがいやりがいを感じる人が増えていくし、まあ、そういうことが起きていくんじゃないかなと思っています。それぞれ100人定義でですね、ふるさと帰りという映画の上映を行います。非常に地域のつながりとかふるさとということについて考えさせられる映画でして、舞台はですね、岐阜県伊那市という大変な土井だと思いますけれども、まあ、そこにとどまらず、いろんなことを考えずに家をして、これ、みんなで見ながら、中央区というか、京橋行ってとか、日本橋行ってとか、昔はさとかって、そういうことを考えるような場を設けたいなと思います。
内需要性講座は、まあ、大体今こんな日程、こんなカリキュラムで、進めていく予定です。まあ、京橋、日本橋、月島エリアを順繰り見ながら、ですね、まずは塾生同士で関係性を作って、今後もつながるような、まあ、関係を作っていくことと、懲戒活動の精神事例を聞いたりとか、中国内でどんなような美容が活躍しているかということを紹介したりとか、あとは、改めて地域活動の重要性みたいなこととか、意義とかやりがいということをですね、あとそれぞれの皆さんの目標の設定ということを、いただくということと、まあ、5番が、かなり、まあ、なんでしょうね、身につける力としてのところで、いかに人を楽しませるような、巻き込めるようなイベントの企画運営集客ができるようになるということと、仲間とか地域の巻き込み方とか、連携の仕方とか、そういうことを学ぶというところですね。で、最後に、実践に向けて、やっぱり、それぞれの地域に対して何をするかということをお互いに最初発表して、ね、まあ、養成プログラムに参加した20人ぐらいの方々が、とにかくそれぞれの状態とか、まあ、あとは、美容とかですね、に戻っていくと活躍されて、まあ、個別化ってやるんじゃなくて、その黄色い担い手の方々を媒介として、そこに、こうやって連携協力していくということを作っていきたいですし、で連携協力をしていくということがあると、まあ、個別団体でやっていると、なかなかこう、なんでしょう、お声がかかるというのが始まりなんですが、やっぱりある程度こう連携して、ネットワークを作って、何か協力してやっているというところを、姿勢として、背中として見されると、ちょっと企業さんが、ちょっと今度一緒にやりませんかとか、寄席さんの相談してきたりとかしやすいですよね。そういうところを狙っていきたいと思ってますし、まあ、コミュニティまだ所属していない、まあ、懲戒機関入会していないという方々、若い方